わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えてのものがかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう、うん、どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよう。うん、この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。やつらは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。
だだぞ。今だ、奴らをメイドへ送ってやれ。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。Move it!